ございます。トッティです。というわけで本日も海です。今日はね、2種目狙いでいこうかなと思います。まず暗いうちはフラットフィッシュを狙って、明るくなってきたらシーバスに切り替えようかなという感じでいきたいと思います。2日タックはいつものより、フェザーマジックの96エイジです。バンキッシュの C5000 番、P08 のリーダー20ポンドというセットでいきます。というわけで、まずは暗いうちはこちら、フラットフィッシュ狙いで、シーウィング海炎の16グラム、このヒラミオレンジから、これでまずは攻めてみたいと思います。まあ、言うたあと1時間ちょいぐらいで、ね、明るくなってきますんで、まあ、その後シーバスの視野に SK2 に切り替えていこうかなと思います。まあフラットフィッシュかシーバス、どっちかは攻めて1本上げたいなと思いますんで、頑張ります。まずはボトム取ります。取りますって言ってももうすぐボトムですよね。16g。結構シャローなんで、クッタクッタ。よっしゃ。いきなり食った、マジかよ。そんなことある？マジか、いきなりやろ。あれバレた？ついてる？あ、ついてる。ちっちゃいけど、いきなりだったら解説するならなって。まあ、ヒラメというか、まあ、ソゲですね。完全ソゲですけど。でもヒラメオレンジ、一撃でした。まさに一撃とこのことを言う。そんなことありますか？ヒラメオレンジ、シーエン、カイエン、一撃。これがフェザーの威力。いや、やりましたね。しかし、まさに一撃。カイエン、やっぱ釣れるな。アシストフックにしっかりくっついてましたね。幸先良すぎ。はい。ちょっと解説もクソもない感じでいきなり釣れましたけど。やっていきます。ちょうど、満潮からの作業始めなんで、潮ががっつり効くタイミングなんですね。まあ、フラットフィッシュ的にはあんまり潮が走りすぎるここは良くない感じなんですけど、まだまあ作業始めばっかりなんで、そこまでがっつりした流れは効いてない感じなんで、まあ良かったんじゃないかなと思いますけど。やっぱヒラメ狙いは基本こうふわふわリフトホールさせて狙うことが多いんですけど、ホールは必ずテンションホールというか、常にテンションを張った状態、リフトホールというよりは常にふわふわさせてるって感じ。そう、沖の流進抜けてブレイクが上がった瞬間ぐらいでこっちに来ましたね。ええ当たりだったな。ずーっと同じところでやるっていうよりこっちが足で稼いでやった方が効率がいいことが多いと思いますね。そんなに泳ぎ回ってる魚じゃないんで、流れが効いてるところってアップクロスで入れるより若干ダウン気味に打ち込んでやった方がリフト刺した後のこのホール時間稼げますんで、最初の打ち込み場所はまあセンターややダウンかなっていうところに打ち込むことが多いですね。うー、当たった。止めた瞬間ですね。ふわふわストップコンみたいな感じでした。なんかあったですけど、貴重なバイトでしたね。ではそろそろ SK2 でシーバスも視野に入れてやっていきたいと思います。結構目の前にガチャガチャした潮目ができてるんで、流れが結構交差してるというか寄れてるんで出そうですけどね。ふわふわ漂わせながら流し込む感じ。うわ、当たった。やっぱ当たるね、あそこ。くそ、今のいい当たりだったよ。乗りません。めっちゃ当たるんですけど、ちっちゃいのかな。平瀬魚の群れかな。ちっちゃいけど、これシーバスか。え、シーバスはシーバスだけど、あ、平瀬魚か。え、これだ、平瀬魚感じです。可愛いけどね。 SK2 です。表層表層できました。沖の照明が結構遠いんでね、16g できます。ただ16回からすぐレンジ入っちゃうんで、若干ダウン入れて浮力を稼がんと表層をキープできないんで、アップクロスでちょっと入れづらいですね。レンジシビアなんでかなり飛距離出しつつの上レンジをキープします。上げの流れと下げの流れでね、ちょうどぶつかってるんですよね。なので潮目がかなりくっきりと出てて、むちゃくちゃいい感じ。あの真ん中付近絶対釣れそうだよね。 SK2 16g ぶっ飛ばしてる。大きな潮目おっ、来た。はい、僕は大きなふわふわリトリーブ、でかい。ちょうど大きな潮目ですね。やっぱ走ってるところダウンクロスに入れて浮力稼いで表層ですよ。これ A サイズや。 A サイズ、 A サイズ、ナイスコンディション。よいしょ、やばやば、でかい。70来ましたよ。やりました、70。 SK2 16g、大きな潮目、16g だとすぐ沈むので、ね、表層キープが難しいんで、若干ダウンに浮力稼いで表層をキープしました。ふわふわシェイキングトリーでやりました。
はい、じゃあちょっと場所移動してきました。結構流れ聞いてるところですね。シーバス釣りはやっぱ魚を探していくっていうのが醍醐味でもあり、一番難しいポイントでもあるんで、ベイトの有無だったり流れの状況だったりとか、いろんな状況から判断して魚の居場所を突き止めていくと。まあ、特にこっちの方はちょっとあの全然ポイントがわからないからね、もう手探りいろいろやっていくしかない。まあ、こんだけ流れ聞いてるんで、ドリフト的な攻め方で行ってみたいと思います。 S キッズ14グラムで行きます。ちょっと流れにある程度負けないように14グラムでクロスに打ち込んでからのダウンドリフトで行きます。ダウン側の流れをしっかり噛んだ状態でアクションを加えていく感じですね。バッとアクションを加えながらのダウンドリフト、このフット持ち上げた後に若干テンション抜いてますんで、ダートまではいかないんですけど軽いスライドが入ってるって感じで、かつそのスライドしながらフェザービハードが起きてますんで、ダウンドリフトはかなり疲れると思いますね。完全なるデーゲームの時間帯ですけど、結構ベイトは入ってる感じなんでね、ワンチャンあると思うんですけどね。この場所は対岸がシャローになってるんですけども、そのシャローの駆け上がりからドンと落ちたブレイクラインですね、そこら辺に落とし込んでそこからダウンドリフトっていう感じ。流れを意識してついてるやつがいればいいんですけど、ビービー、ボートプチ、ふわふわドリフト、70近いです。2サイズ、よし、入れました。70近い、パンパンのいいコンディションや、元気か、コンディション抜群。 SK2 ガルメンキャップリー、流れセンター打ち込んでダウンドリフトでしたね。やりました。